モントレーポップフェスティバルは1967年6月16日から18日までの3日間アメリカ合衆国カリフォルニア州モントレーで開かれたロックがメインで行われた大規模な野外コンサート。テレビ番組でのザジミヘンドリックスエクスペリエンスの演奏ジョプリントビッグブラザーホールディングカンパニー19661967年頃。 30組以上のミュージシャンが出演し、今日のロックフェスティバルの源流とされる。ただし出演者は、ロック系に限定されてはおらず、ブルース、ブルースロック系、ホーク系、インドのシュタール演奏など民族音楽系のミュージシャンも出演している。当時はロックンロールからロックミュージックへの転換期であり、ヒッピーの多様な文化を受け入れようという多文化主義も影響した可能性もある。 コンサートのプロモーターのアラン・パリザーが1966年に行われたモントルージャズフェスティバルを見て思いついたのが発端である。そのアイデアをもとにママスパッパスのジョン・フィリップスと彼らのアルバムのプロデューサーのルーアドラーが中心となって開催された。サマー・オブ・ラブと呼ばれたヒッピー・ムーブメントの真っ只中で行われ20万人以上の観客を動員した。 ジャニス・ジョプリンやジミ・ヘンドリックス、オーティス・レディングなど、このフェスティバルで知名度を高め人気を上昇させたミュージシャンも多い。モンタレーは、その後の1969年のウッドストック、70年のワイト島、1971年のバングラデシュ救済、1975年のスナックコンサート、1976年のラストワルツ、 1979年のノーニュークスなどの大規模ロックフェスティバルの先駆けとなった。そういう意味でも歴史的なロックフェスティバルだったと言ってよい。ありがとうございます。